柳選手は感覚がずれている遠野選手から暴露された。プライベートのゴルフで中日の帽子をかぶりプレイしていた模様。柳選手は小学6年生で父を亡くした。ショックを受けていた母の代わりに12歳で喪主を務め、プロ野球選手になって家族を支えますと宣言した。プロ入り後、自身と同じ境遇の子供たちに元気を届けたいと思い、バンテリンドームで開催される日曜日の試合に招待している。事故で保護者を亡くしたり重い後遺症が残った。保護者の家庭を対象に招待する活動を続けている。京田選手の移籍が決まり送別会が開かれた際、朝まで飲んで送り出す気満々だった柳選手。しかし、京田選手が最初の注文でカルピスと言った瞬間に、がっかりしてこいつには絶対打たせないと誓ったらしい。柳選手の奥様は城本クリニックの CM に出演している。現在もイメージキャラクターを務めているほど美人。ある日、遠征先で食事から宿舎に帰ってくると、シーンとしている廊下を歩いているとジュンという音が聞こえた。恐る恐る音の方へ近づくと突き迫る表情でバットを振る。細川選手がいた。現役ドラフトからチャンスをつかんだ裏には努力があったことを、改めて再確認した柳選手は自分も頑張ろうと思った模様。